レッサーパンダのことパンダっていう人あんまりいません。でどちらもパンダって名前がつきますけど全く関係のない生き物ですね。親戚ですらありませんし、そもそもこれクマじゃないです。じゃあなんでパンダっていうのかなってお話から入っていくんですけども、もともとですねパンダっていうのはネパールヒマラヤの方の言葉で竹を食べるものっていう意味があるんですね。なんで竹食べれば誰でもパンダなんです。ジャイアントパンダ直訳するとでっかい竹を食べるものっていう意味になりますし、こちらのレッサーパンダのレッサーっていうのは小さい方のっていう意味があるので大きさによってそれぞれ呼び分けがされました。でさらに詳しいお話をするとですね、レッサーパンダとジャイアントパンダ先に見つかったのはこっちが先です。だいたい45年ぐらい早く見つかっていますね。なんでこれはもともとレッサーパンダっていう名前の生き物ではありません。パンダです。だ皆さんパンダパンダって言うんですけど本当はパンダってこっちなんですね。ぜひ覚えて帰ってあげてください。で今もごもぐタイムなんで餌のお話、名前の通りこれ竹を食べています。でうちの動物園では他にはキウイとかバナナなんで、肉食の生き物がこれ植物食べるとどうなるのかっていうとほとんど消化することができません。じゃあ消化できないとどうなるのっていうと、食べたら食べたものがそのまんまうんちで出てきちゃいます。今リンゴ食べてますけど、この後にする彼らのうんちっていうのはリンゴの皮とか実が混じった甘い匂いのするうんちをしますし、これ竹食べた後は竹の繊維が混じった緑色の竹の匂いのするうんちをしますね。っていうのが皆さんの後ろの方に置いてあります生うんちって書いてある箱がありますけど、あん中にですね実際に今朝出てきたうんち入ってますんで、お時間ある方は後で見てみてください。食べたものによって全然うんちの見た目とか匂い違いますね。であとですね、まあ体の作りに肉食だったら肉食べればいいじゃんって思う方いるかもしれないんですけども、彼ら他の生き物を狩れるほど喧嘩は強くありません。なんで安全に食べて生き残るっていう方法を選ぶためにこれ植物を食べるようになったと言われていますね。はい、あとはですね皆さんによく聞かれること、勝手にベラベラ喋っていくんですけども、一番多い質問ですね、レッサーパンダこの吊り橋から飛び降りて脱走しないんですかって結構聞かれます。でまあ脱走しませんって言ったら嘘にはなるんですけど、基本的にはそんなことはやらないです。っていうのも、まあ、レッサーパンダに限らず他の野生動物なんでもそうですけど、人間のことってあんまり好きじゃありません。どっちかというとおっかない存在なんで、自分からそういうおっかないものがいるようなところにわざわざ好き好んではいかないですし、そもそも別に彼ら野生からとっ捕まえてきたわけではないですね。動物園で生まれて動物園で育っているので、彼らにとってここがまあ一番安心で安全な場所なんです。そこから外に出るっていうのは、まあ、よっぽどのことがない限りはやらないですね。ただまあ脱走しませんって言ったら嘘になりますっていう前置きしましたけど、現にですねうちの動物園レッサーパンダこれ下にピョンって飛び降りてピョンって飛び上がって脱走しました。あの反対側の子供牧場というところまでとことこ走っていったことがありますね。だから皆さんの足元には割と新しめのアクリルが貼ってあるんです。でレッサーパンダって手足かなり器用に使えますし、物登るのとっても得意です。なんで脱走しがちな動物なのは間違いないですね。たださっきも言った通り、そんな好き好んで外に出たい生き物ではないので、まあ、うちの動物園レッサーパンダそれ脱走した時もなんか脱走したろうと思って計画的にやったわけではなくて、まあ、表現的に言うとパニックを起こして飛び出たっていう表現が一番正しいです。まあまあそういうことはあるにはあるんですけど、そんな好き好んで出たいわけではないので、少なくともうちの動物園この吊り橋からの脱走っていうのは一回もありません。ただやろうと思ったら全然余裕で飛び降りることはできる高さではありますね。はい、であとですね、皆さんがよく言うというか一番多い感想だと思うんですけど、レッサーパンダ可愛い可愛いって言われる方がとっても多いですね。まあ、担当してると可愛いなって思うことないわけではないですけど、舌打ちしたくなることがかなり多いです。で僕これからレッサーパンダの悪口いっぱい言います。ただ別にそれはレッサーパンダ嫌いなわけではなくて、あの携帯のカバーとかエコバッグとか家の毛布とかちゃんとレッサーパンダなんでそれなりには好きなんですけど、多分どこの動物園のホームページ見ても SNS 見てもレッサーパンダって可愛い可愛いばっかり持ち上げられてると思います。なんで可愛いレッサーパンダ見たい方はそういうの見ていただければいいと思いますし、皆さん今日せっかく生で足運んでいただいたんで、ちゃんとレッサーパンダの可愛くないところっていうのも知ってください。もちろん可愛いだけの生き物ではありません。でまずですね、皆さんにレッサーパンダの絵を描けるようになって帰ってほしいんですけども、レッサーパンダこれ背中茶色くてお腹が黒いので腹黒って覚えやすいですね。性格がかなりきつい生き物です。でレッサーパンダの大人のオスっていうのは基本的には大人のオス同士一緒には飼育できません。大人のオス一緒にすると血みどろの喧嘩することがまあまあ多いですね。なんで厳密に言うと一緒に飼育しちゃいけないんです。であとですね、まあ、オス同士に限らずメス同士だったりオスメスだったとしても、まあ、これどっちにも端がありますけど、
こういうのを悪意を持ってわざと当選簿をして嫌がらせとかをしていますし、用もないのに急に他の個体ぶん殴ったりもしますね。で、他の生き物っていうのはだいたい嫌なことあると逃げること優先するんですけど、レッサーパンダって嫌なことあると向かってくることがまあまあ多いです。なので個体同士の喧嘩っていうのもかなり起きやすい動物ですし、一回こじれるとなかなか修復できません。夫婦になってほしいなって思ってオスとメス入れても、大抵の場合はオスがメスにボコボコにされて追いかけ回されるっていうのが、まあ、レッサーパンダあるあるですね。結構苦労してる動物園さんあるみたいです。で、あとですね、皆さんレッサーパンダの鳴き声聞いたことありますかね。イメージできますか。餌が欲しい時とか甘えたい時はミミミミ可愛い声で鳴くんですけど、まあ今ちょうどレッサーパンダ発情期、まあ、恋の季節なんで、結構多分時間経ったらそっちのオスもあのピピピピ鳴き始めると思うんですけど、そういう声っていうのはまあ可愛い声ですね。ただ普段レッサーパンダの大人同士が出し合う声っていうのは豚の化け物みたいな声です。言っても多分皆さんなかなか想像ができないと思うので、今僕がものすごい忠実に再現しますね。っていう声で鳴きますね。多分今僕のこと可愛いと思った方いないと思うんですけど、彼らはこういう顔して、そういう鳴き声で鳴く生き物なんですね。ただまあもちろんレッサーパンダ、これ性格悪いからお腹黒くなったわけではありません。ちゃんと理由があると言われています。普段ですね、レッサーパンダって木の上で生活をしていますね。で、木の上って言ってももちろんこんなチンケなもんじゃなくて、ああいう木です。なんで陸上の肉食の生き物がお腹空いたなと思ってこうでキョロキョロしても、木の上にいるレッサーパンダっていうのは太陽の光と重なって逆光で姿が全然見えなくなりますね。なんでお腹の黒っていうのは陸上では下から見られた時にとっても都合がいいんです。で、背中の茶色っていうのは彼らが住んでいる地方の苔ですね。我々は苔を想像すると緑のモコモコ想像しがちなんですけど、彼らが住んでいる地方の苔っていうのは茶色くて木に生えていてゴワゴワしている苔がとっても多いんですね。僕レッサーパンダは4年間担当してますけど、パッと写真見せられて苔ですかレッサーですかって言われたらすぐには答えられません。それぐらいそっくりな苔が彼らの地方には生えているんですね。興味ある方は後で調べてみてください。なんで、まあ、これは上からとか遠くから見られた時に隠れやすいようにっていうことで、一応彼らなりに理にかなった隠れやすいカラーバリエーションになっていると言われています。で、まあ、皆さん可愛い可愛いって言うんですけど、根本的に多分日本に住んでる人ってレッサーパンダ昔から好きなんだと思います。ちなみにこの中でレッサーパンダ嫌いだ、レッサーパンダが憎いぞ許せないという方いらっしゃいますか。まあ、いたら多分ここにいないと思うんですけど、皆さんが手挙げないから僕日本に住んでる人レッサーパンダ好きですって適当に言っているわけではありません。これ四川レッサーパンダっていう中国のレッサーパンダなんですけども、国際血統登録といって、簡単に言えば飼育していますよで登録されている数ですね。今世界で350頭ぐらいです。で、今全世界で飼育されているこの四川レッサーパンダのうち4分の3が日本で飼育されています。めちゃくちゃ多いですね。で、野生ではどうなのかっていうと、野生ではもう数1万頭を切ってます。少ない見積もりでは2500頭とか言われていますね。絶滅危惧種ってやつです。で、絶滅しそうな原因いろいろあります。純粋に食べるところ、住むところ、出会いの場所がなくなってしまう環境破壊ですね。あとは漢方の薬にされたりとか毛皮にされたり、可愛いからっていうのでペットとして捕まることもあります。あとはレストランでお肉として提供されるところは未だにあるそうですね。密猟です。で、野生のレッサーパンダ一番死んでしまう原因何かっていうと犬なんですね。彼らが住んでるところにずかずか人がやってきて、その人たちが飼ってる犬がレッサーパンダを食い殺したりとか、もちろん野犬もそうです。で、あととにかく犬の病気拾ってしまうので、日本国内でもレッサーパンダの飼育員っていうのは犬飼ってる人はなれませんっていう動物園ありますし、うちの動物園も申し訳ないんですけど、この辺りっていうのは盲導犬すら近づくことができないエリアになってますね。なんで、まあ、それぐらいデリケートな生き物なんで、そういったことで野生のレッサーパンダどんどん数が減っていってます。じゃあ今すぐ我々に何ができるのかと言われると、まあ、正直難しい問題ですね。後ろに一応緑の看板でやってみようってレッサーパンダのためにできることがつらつらとは書いてあるんですけど、まあ、ほぼ綺麗事です。僕が書いたんですけどね。っていうのも、まあ、レッサーパンダ増やすっていうことに関して言えば、正直できることってほぼ何もありません。まあ、綺麗事言ってもしゃあないですね。というのもですね、彼ら住んでるのって我々が住んでるところよりも気温が10度くらい下がるような高い高い山に住んでいます。標高3000メートル、4000メートルの世界です。そんなところの木をわざわざ切って日本に運ぶかと言われたら、そんな非効率なことはやらないです。
なんで彼らの気使ってんのは現地の人なんで、現地の人が頑張らなきゃレッサーパンダってなかなか数が増えないんですね。ただ増やすではなくて減らさないっていうことに関して言えば、まあありきたりですけど、環境を守る、資源を守るっていうのはとっても大事です。結果的には地球温暖化を防ぐことにはなるので、彼らの食べ物なり住みかなりっていうものが保障されやすい環境づくりはできますね。ただ今すぐ僕が皆さんに何してくださいっていうわけではなくて、まずはレッサーパンダってどういう生き物なのかな、どういう現状なのかな、そういったものを知ってもらう、興味持ってもらうっていうのが一番大事だと思うので、ガイドを通してですねこういうお話もしています。で最後になるんですけども、旭山動物園っていうのは動物をペットとして飼育しているわけではありません。あくまで野生動物の延長として飼育しています。よくですね、飼育員さんな疲れてますねって言われるんですけど、餌持ってなかったらこんなもんですね。僕に興味は彼らありませんし、まああくまで野生動物で獣なので、自分の身を守るためであれば本気で僕に致命傷も負わせようとしてきます。だから僕は一回レッサーパンダに本気で噛まれてます。でこの本気で噛まれてますっていうのも、多分皆さんが想像しているものとはちょっと違うと思いますね。僕はレッサーパンダに右足を食いちぎられているので、僕の右足ふくらはぎは肉が一部ありません。欠損してるんです。で、まあ、彼ら野生ではタケノコバリバリ食べる生き物ですし、顎の力すごい強いですね。ペットみたいに手加減もしてきません。もちろん僕も可愛いって撫でてたわけではなくて、まあ、彼ら治療のために麻酔打たなきゃいけなかったんですけど、彼らにとって捕まるっていうのは基本的には死ぬっていうことなんで、まあ、彼らも自分の身を守るために僕の足食いちぎったんで、別に僕もレッサーパンダ恨んでるわけじゃないんですけど、僕ずっとこのガイド中ですね、レッサーパンダイコール可愛いではないですよっていうニュアンスのお話をしています。これはですね、レッサーパンダに限らず他の野生動物なんでもそうですね。北海道であればキツネが多いと思います。可愛いって言って餌あげて、今人に寄ってくるキツネがとても増えてますね。キツネも皆さんの指ぐらい簡単に食いちぎりますし、いろんな病気を運ぶ可能性があります。なんで野生動物に対して可愛いだったりとか、かわいそうだけで行動してしまうと、いろんな軋轢、弊害が出てきてしまうので、まあ、特にうちの動物園ですね、飼育している動物はペットじゃありません。かなり重きを置いているので、うちの動物園の動物見ていただいてですね、野生ではどういう生き物なのかなとか、まあ、本当はどういう能力あるのかな、いろいろ考えながら見ていただくとですね、また新しい発見あると思いますので、もちろん可愛いは可愛いで一つの楽しみ方だと思うんですけども、それだけじゃなくてですね、いろんな目線で見ていただければと思います。はい、ということですね、これで僕の方からレッサーパンダに関してのお話は終わるんですけども、僕レッサーパンダの体そのものの話って何にもしてません。色の話しかしてないですね。レッサーパンダ見てたら手で物持って食べていますね。これ別にこうやって持っているわけじゃありません。手首あたりにこうやって挟んでるだけです。だったりとか、皆さんレッサーパンダの代名詞風太くんだと思うんですけど、風太くんって2本足で立つことで有名になりましたね。レッサーパンダって当たり前に2本足で立ち上がることができる生き物ですし、もっと言えば別に彼ら二足歩行で歩くこともやろうと思ったらできますね。ただそういったことは後ろにレッサーパンダの骨置いてありますし、まあ、看板にもいろいろ書いてますので、お時間のある方ですね、そういったものにも目を通していただければと思います。はい、ということですね、これでレッサーパンダのもぐもぐタイム終わるんですけども、何か質問ある方ですね、レッサーパンダじゃなくても構いません。他の動物でもいいですし、飼育員そのものでもいいです。そういったら飼育員さんになれるんですかとか、まあ、年収とかボーナスであればきちんとお話しますんで、何か聞きたいことある方ですね、聞いていただければと思います。はい、ということですね、これでレッサーパンダのもぐもぐタイムは終了します。どうもありがとうございました。ちょっとな。